みんなもう集まっている。他の場所で戦っていた連中も運んでおいたぞ。そうか、助かる。海賊衆にも世話になったな。気にするな、俺にとっても25年間待ちわびた瞬間だ。おお、飛燕様だ。飛燕様、若様、ああご無事で。飛燕様、皆あなたのお言葉を待っています。ああそうだな。ああ、行ってこよう。こうして改まるとひどいものだ。人も土地も傷つき疲れ果てておる。そなたらの長年にわたる忍耐、多くの者が命と共に託した希望、それらが同志を集わせ革命を遂げる力となった。25年の時を経て今この地に帝国の影はない。やっと時代が変わる。いや、変えねばならんのだ。ところで皆、まだ立ち上がる気力はあるか？ここにまたドマという国を作りたいんだ。よし、よかった、頑張ろう。大丈夫よ。この光景は今にドマだけのものじゃなくなる。私たちがそうしてみせる。でしょ？
うん、必ず。私も同じ気持ちで胸が詰まりそうなほどだ。だから行こう。この戦いの悲しみも喜びも全てを次につなげるために。